では、風船情報局、佐の川康子です。よろしくお願いします。ね、今日ちょっと見てくださいよ。一人なんとなく寂しい感じしませんか?。でもね、今日は皆さんに、ね、いろいろね、お伝えしたい情報があるので、どんどん行、ね、ってみたいと思います。今日はですね、遊ぶなら、地元で遊ぼうスペシャルイエーイ。<laughs> ということで、えっ、ー、と、私、あの、子育て広場を、あの、市内で三箇所ね。 あの中央と東と北町とやってるんですけどママたちの相談で多いのがどこに遊びに行ってますかってよく聞かれるんですねであの私があのよく遊びに行ってたっていうか遊ぶ時に活用したものがわらびしの候補あのわらびしの候補を、ね、熟読するわけですよ そうするとあの児童館の情報ですとかあと地域の公民館の情報ですとか何かいろんなものが蕨市って大体ほらイベント多いでしょお祭り多いでしょこれからもますますねいろんなお祭りがあるんですけどこの週末2829日が蕨市立の、えー、東公民館蕨市立の中央公民館西公民館で生涯学習フェスティバルね だと思い,ますいわゆる公民館祭りそれが開催されます。でね その公民館祭りっていうのが、まあ、めちゃくちゃ安くておいしいものが食べれたりいろんな体験ができたりあといろんな発表とかが、ね、見れたりするのでぜひ遊びに行ってほしいなと思います。それで,です、ね、あの私に会いたい方はぜひぜひあの東公民館に来ていただければいいかなと思うんですけど東公民館で毎年やってるのがつかざにアっていうんですけどキッザニアをちょっと真似してですねつかざにゃって言ってるんですよ。パパクリパクリリその 子どもたちを店長にしてお店屋さんごっこをするんですけど、えー、ゲーム屋さんがコリントゲームでしょぷよぷよすくいでしょ輪投げでしょ型抜きがあります。であと綿菓子屋さんと,、えー、とドーナツカフェドリンクも出したりとかっていうお店があってそこを、ね、みんなね子どもたちが担当するわけですよ。でいつもね毎年ね30名の店員でやるんですけど、はい、今年もたくさんご応募いただきました45名参加です。<laughs> ここれがまた言うこと聞かないのよだって <laughs> でもねあのみんな元気にね一生懸命やってくれるのであの楽しくねいつもやってるんですけどもうわたがしとかも一生懸命作るんですけどねふわふわになんなくてもう最終的にこんなちっちゃいものになったりするんですけどもそれもご愛嬌であでわたがしとか50円でやったりとかあとそういったぷよぷよすくいとかももう50円とかでねできたりするので是非是非そちらも遊びに来てもらったりあの遊びに来てもらえると嬉しいなと思います。それがね つかざにアが29日の日曜日の、えー、と11時から大体の、まあ、1時半2時ぐらいまでもう売り切れごめんなのでねあの短いです時間は。でかって言ったら子供たちに長い時間 働けないわけですよ。遊びたいから。だから短い時間でバーってやりますので、その時間にあの100円玉ね2、3枚持ってきてくれたら結構子どもたちも遊べるのでね、あの来ていただけたらいいかなと思います。で28日はあのもう本当私一人でいるので寂しいから遊びに来てね、あのワークショップをやっています。あの石鹸粘土であのちょっとしたあのフルーツを作ったりとか、あとエコバッグ。 で絵を描いたりとかであのわらびのゆるキャラのスタンプもあるので、ね、そういうスタンプを押してもらったりとかそれではオリジナルおバッグを作ってもらえたりあとね、えー、とどうしようかなもう私のね持ってるものいろんなもの出しちゃう、えー、と赤ちゃんの手形跡とかも。 やっちゃおうかなと思うのでよ,よろしかったら赤ちゃんからあの大きい子までねいろいろ遊びに来てくれると28日はワークショップをやってますのでぜひそちらも遊びに来てくださいね。で北町公民館も紹介します。どんどんね北町公民館は今エレベーターの工事中なので、えー、今年はね発表と、えー、模擬展と作品展示だけなんですよ。 ね、エレベーターもね10月になったら着きますからねそしてあの2階に上がるのもママたちもあのお年寄りの方も便利になりますからねもうちょっと我慢していただきたいと思うんですけど、えー、と9月の29日の、えー、市民会館のコンクレレホールでなんと17団体いろんな発表しますえっ、ー、とねギターアンサンブルとかコーラスとかそうねあと踊りもありますね「新舞踊のアジサイクラブ」とか「フォークダンスエルムンドさん」 ね、カトレア界モダンダンスですねあと大正事とか太極拳とかもありますねそういった朗読サークルの草笛さんが司会をするそうですけれどあの抽選で100名にお花も当たるそうなので是非そちらの方を見に行っていただいて何か面白そうなのがあるなと思ったら是非体験していただいて、まあ、入会してもらってもいいと思いますし十分な新しい趣味を探しにね行ってもらえたらいいかなと思います。あとね 模擬店もあります模擬店は、えー、正面玄関でやってるそうで焼きそばと五目ずしなんと200円安くないですかもうだからね公民館ずのいいところってもう安い値段で一日遊べるわけですよねぜひそういうとこも使っていただいてあと作品展示もありますからねえ手紙とかあの絵とかの,あの発表もありますのでそちらの方もチェックしていただけたらいいかなと思いますあと西公民館西公民館も、えー、模擬店ももちろんありますけれど 蕨市ですごいちっちゃい町なんですけどもう本当地域地域で色が全然違うんですよ。で、まあ、東公民館はそういったなんていうかあのつかざにあってお子さん中心にやるんですけどあもちろんあの発表とかもあるんですよいろいろあるんですけどあの西公民館はですねあのわらびりんご発祥の地なんですよね。でだからリンゴの皮剥き大会 ね、これが日日の土曜日10時からやってるそうですあと「生りんごジュースの販売」これはわらびりんごなのかなでも違うかもしれないですね。あと「わらびりんごの苗木の予約受付自分ちでもわらびりんごをね育ててみたいなっていう方はそういった苗木受付もしてますので是非あの 受付だけしていただいて引き渡しはね来年の3月頃になるそうです一番早くで5月6月に実がなるわらびりんごなので好きな方はぜひ、ね、そういったのを育てるの挑戦してほしいと思いますでねあのここ見えるかしらここにこんな見てみて何リン,リ,ンリンゴレンジャー、ね、これ私会ったことないんだけど出てくるのかな <laughs> 会ってみたいなリンゴレンジャー リンゴジュースースブシャみたいなねそういうのをやってもらったら嬉しいなと思うんですけど戸田ではね「ドテレンジャー」っていうのが本当に実際出てくるんですよね。わらびもこうやってね「わらびレンジャー」って言ってね出てきて地元ねヒーローとかで活躍してくれるとねなんかちびっ子もこう楽しくなっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、ね、そういったこともやってます。あと紙芝居とかね、えー、スーパーボールすくいとかもいろいろやってるそうなので、えー、西公民館あそうそう西公民館はですねこれも言いとこう「重さってクイズ」。 あとミニミニプレーパークでドロンコのおさまさんがやってるあのプレーパークもありますのでね、えー、とそこでは段ボールを使ってもむちゃくちゃむちゃくちゃにしてもね怒られずに遊べるのでねそういった体験もできますのでぜひ、えー、と西公民館の方を行っていただきたいなと思います。西公民館と東公民民館館とと東は日日日の2日間 えー、中央公民館は29日の1日間、えー、1日間だって1日だけ <laughs> の生涯、えー、学習フェスティバルなんですけども是非地元でこういったあの遊びをね楽しく安く楽しく、えー、遊ぶもう地元を楽しんでじ地域を知るともう楽しさがね倍増していくので是非是非公民館にね気軽に遊びに行くあのいい機会ですので是非行ってみてください。それででは待ってますので 東公民館ばっかり宣伝しちゃいけないけど、障害学習フェスティバルぜひ遊びに行ってみてください。ありがとうございます。待ってます。 はい。さて、今日のゲストをご紹介したいと思います。わらびマルシェ実行委員会委員長の床井牧子さんです。よろしくお願いします。ますありがとうございます。お願いします。はい。えっ、ー、と、で、今日のテーマがあるんですけれども、はい、やっぱり地元で遊ぼうということで、はい、今月の9月の28日、はい、ね、土曜日に、あの、わらびマルシェ、えっ、ー、と、アートムスビーチイン・ワラビが、はい。ちゃんとした名称でしたっけど、はい。ね。 大丈夫。大丈夫です。ちょっとあまり評価なくて、ちょっとびっくりした。はい、で、それが、に、第、今回第二回目。そうです。ですよね。はい、で、それを、えっ、ー、と、北町の体育館。 えと公民館の前のね、えー、と広いあの噴水の広場とあそこの横の北町公園,です、ね公園ね、あそこを使って大、はい、々的にね、はい、開催されます。はい、さあそれをねどん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 掘り下げてね聞いていきたいんですけど、はいまあ、わらびマルシェっていうのはねそもそも知らない人がたくさんいると思うんで、はいはい、そのわらびマルシェってどういうことをしてるのかっていうのをちょっと紹介していただいていいですかはいえっ、ー、と 活動のメインとなるのは今回の「アートを結び置を開催することなんですけどもそれは年に1回っていうふうに思っていてで普段は SNS を通じて蕨市ですとかその近辺で活動するクリエーターの方ですとかえ個人事業主の方々の情報を発信するっていう活動をしてます。でもすすごいい流れれててきますよねああ見てるとどんぐらのの方たちが何あの 登録っていうか発信する、はい、あの相手っていうのはいっぱい何人ぐらいいるんですか？えっと特に登録制とかっていうのはな,あでないの？っあのどなたでもウェルカムで受け入れてはいるんですけれどもうん、うん、一応そのワラビマルシェっていうフィルターを通して、うん、この方たちはワラビマルシェ としてふさわしいねっていう方たちをこちらでも一応選別させていただいてお厳しいオーディションがあるオーディションというか私の意存ですごい出たい方はぜひ徳井さんにんかちょっと蜜気も持っていくとかするといいかもしれないですねなんてえばそ冗談としての出たい方はフェイスブックとかを通していやうちの店こんなことやってますだからじゃあ丸瀬さんから一緒に発信してくださいっていうことで。 所、まあ、さんがいいよということになれば私ってさっき言っちゃったんですけど、うん、まあ他にもあのメンバーいるんですけどみで、ね、そういうふうに言葉ないとねもう単なる怖い人になっちゃうもんね <laughs> そう,そうでなるほどそうなんですねじゃあその9月28日の「わらびマルシェの」はい、あのイベントの内容なんですけど、はい、どんなことするのかっていうのをちょっと聞かせてほしいんですけど。 やっぱりタイトルが「アート結び市」っていうタイトルでアートを通じて市民の方たち同士だったりクリエーターとお客様だったりもしくは企業様とクリエーターだったりそういう人たちがつながるような場所にできたらいいなっていうコンセプトでなってるんですけれどもそのアートって言うと例えばどんなアートがあるのまず ポスターを今回市内の小学生中学生に募集公募させていただいたんですねでその中で選ばれた方の絵が元になって今回ポスターが作成されてるんですけれどもこういうやつですねこれが。 はい、何人ぐらいおばたんですか。えっと二十五名ぐらいだったんですけれども、はい。その中でちょっとあの実行委員の中で投票制で決めさせてもらったんですね。うん、なのでまあ、そこからもうすでにこのイベントが始まっている形なんですよね。ねうん、はい。そうやってね、人をね、巻き込みながら進めるっていうのはね、すごいいいことだなと。思で、うん、アートっていう意味では、うん、あの北北込みの中の。 あのエントランスですねエンントランスを利用して、うん、えこちらの、えー、応募作品を展示したりですとかああそこ,、ねはい、とこにね北町アートアトリエさんという工作教室というか絵画教室というかうん、うん、そういうことをしている方がいらっしゃるんですけれどもうん、うん、その方が 主催している教室の展示会があったりとかっていうのがありますね大家さんもフェイスブックねつながってますけどすごい面白い取り組みされてて子どもたちがね生き生きね活動されてるのがよく上がってくるのであこんなやり方があるんだなと思って面白いなと思っていつもね見てるんですけどもそう実は私もいろいろわらびの人追っかけてね見てるので大家さんにもすごく協力をして頂いてますね。 他にはあとはですね、まああの買い買い物したり、美味しいものを食べたり、体験したり、あとはそうですね、お酒もありますし、あとはこうマッサージもあったりとか、あの本当にバラエティ豊かなそういうイベントになってるんですね。で、アートっていうとなんか堅苦しい感じがするんですけども、実際こう不特定多数のこうたくさんの人が同じ場所に集まってこう。 いつもと違う体験をするっていうこと自体が、うんうん、あのアートっていうふうな捉え方をしてます。なるほどね。はい、じゃあ例えば体験っていうのはどういった体験がで,できるんですか。子どもがなんかできるものがあったりとか、はい、なんかほら、はい、来た人がなんかできるものがあったりとか、はい、作ったりとか。あの本当に今回 45店舗ぐらいするんですけど、ねね、たくさんあるんですけども、うん、まあちょっとかいつまんでいますと、小さいお子様ですとあのサンドアートっていうのがすごくおすすめです。うんうん、あのカラフルな砂を瓶に詰めてこう作品を作ることができます。うんうん、でちょっと、えー、大人の方にも楽しんでいただけるんですけれども、うんうん、あのミツロウキャンドルって言って、あ,<ー>あの聞いたことある。とカラフルではないんですが、あのー。 ちょっと味わいがある感じのキャンドルを作ったり、おしゃれなやつですね。そうですね。あとはこうえっとペーパーアートで水引きでキーホルダーを作ったり、お花でリースを作ったり、あとすみません当店あの DIY スタジオ L ではのじいたランタンといってあのハロウィンの時期にぴったりなランプを。 あの作いるワークショップを、えー、見た見た,た写真で、はい、あれ作りたいと思ったけど私に行けないんです残念です <laughs> そうなのそうなの、はい、そうなの,の本当にいろいろあのあります。そのランタンっていうのは何？ちっちゃい子から作れる？ はいあの今回はあのビスとか釘とかを使わないでオール接着剤で作るほあの方法を考えてまして小さいお子様からできるんですけれどもやっぱり小学校二年生ぐらいまではお母様と一緒の方がいいか感じですねそうよね手と手が交互でちゃったのでもう大惨事だもんねはいえそういうのはもうちゃんとスタッフの方ママももちろん使わなきゃいけないけどスタッフの方もこうついて指導してくれもちろんそうですあの当店のワークショップもそうですしサンドアートでもあのキャンドルでもあのそう。 すごく皆さん、あの親切丁寧に指導させていただきますので、あのいろんなもことを体験していただけると思います。1>, 1個何分ぐらいで作れるものが多いんですか？はい、えー、っとそうですね。15分ぐらいだと思います。あそんなもんなの？ランタンもランタンも15分を目指しております。なので、とにかくたくさんいろんなお店を回って欲しいですね。 だって15分ででしょ、はい、1> 1時間で4つ回れるよねそ、はい、ちなみにね、はい、じゃあね4つ回ろうと思うじゃないお金は1回ほど <laughs>、はい、<laughs> 持っていけばいいんでしょう円です<ー>、はいはですワンコインでできるっていうとあとはサンドアートもワンコインでやってるところもありますしあとは本当にちょっといろいろ小さなお子様のケースもあればあの大人の方向けのワークショップもあるのでお値段もこう。 そうか蜜ろうとかはなんか大人な感じはイメージできたんだけど、はいはい、他になんかあの大人の女性っていうかにおすすめのやつって他にもありますか大人のそうですねここココナさんっていうクリエーターさんがいらっしゃるんですけどもリースお花をのアレンジだったり、うんうん、あとはアクセサリーをあのこうお花をこう何でしょう 小さなカプセルにこう封じ込めて、うん、アクセサリーなんかを作ることができるんですけども、<ー>それはもう大人の方でも十分楽しめると思い自分でそれも作れるんですか？自分で作れます。自分でその<ー>どんな花をここに入れようかっていうのを選ぶ、選ぶことができるんですね。<ー>はい。もう今すごいね、いろんなことができるんですね。<laughs> そうですね。あと大人の方ですとアロマですとか、好きなよね。はい。うん、そうですね。アロマの、えー、関係の方とかもたくさん知って。うん いらっしゃいますね。はい、すごい。その今回45店舗じゃないですか？で45店舗集めるって。すごい大変だと思うんですよ。で、その45店舗集める？苦労とかそういうのってえっとですね。今回あの最初応募した時にあんまり来なくて応募を募集して募集した募集した時にあまり来なかったんで、ちょっと不安になったんですね。ただちょっと声かけを。 してみたら、だんだん集まり始めて、そんなに苦労することなく、集まった形ですね。あ、すごいですね。はい、でも,も、すごいな、45店舗は本当すごいと思いますね。ええ、あとなんか、ショッピングもできるんでしょ買うって書いてるもんね。そうですね。その買うっていうの、何がありますか。はい。えっと、まず一番にお勧めしたいのが、サバーバンズさんっていう。うん、あのアンティークのお店なんですね。<ー>で、普段、あまりこういった、あの、場所に出店しないんですけれども。 今回あの特別にルシェのメンバーの一人が頼んでくださって出店してくださってあの掘り出し物だったり<ー>そういったものが必ず見つかるしやっぱりあのお好きな方は是非。 あの、見てたいただきたいですね。そうなんだ。はい、アンティークとかね、でも、あれって本当に。はい、まあ、私なんかおしゃれじゃないので、あれだけど、好きで見る、見るのよ。はい、だけど、ほら、飾るのとかって、結構。ね、<あ>センスとかいるじゃないですか。あ,あの、店主の方に相談すると。すごくいいアドバイスをいただけるんですよ。へえ、あ、これをどういうふうに飾ったらかっこよくなりますかね。そうなんです。ただ、こう、私も一回サバーバズさん見学に行ったんですけど。うんうん 正直私からすると子どもの頃使ってたものだったり学校にあったものでこれは内緒でとって好きみたいな感じだったんですけどそれをうまくアレンジしてインテリアに取り入れて提案していらっしゃいますよね。だって古いものねただ置いた本当に古いものですねなりがちなのちょっとねやるだけでおしゃれになるんだもんね。そううなななんんんんですすよいいいろもののをここれ使方るだっては 使い方をされてますね。うんうん、はい。あの、この間、前回ね、あの、出演してくれたタープさんが、やっぱりその。はい あのいろんなね、ところタープさんもほら出してるじゃないですか、お店で、そしたら、そこが、まあアート結び地さんで知り合った人たちが。なんか出展してくれてる、まあそういう意味でも本当ね、結び地。そうなんです。ね、それがね、まさに、ね、まさに、もうそうなってるなって、すごいなとそこ思うんですよね。あとね、一番これ大事なこと。食べる。はい、食べるの。おすすめ。食べるもおすすめ。本当にたくさんあるんですけれども。そうですね。 あのカフェテンテンさんあのご近所です。カフェテンテンさんとか、うんえー、あとは、えー、クッチーナさんっていうあのイタリアンのお店です。名聞いたことあるな。はい、あのそういうこうもうお店を構えてうん、うん、あのしっかりやってらっしゃる方、うんうん、そういった方もあのイベントのために出店していただけるっていう。うん、そういうくどいたんですか。あ向こうから出るって。 えとそうですねあ,のあちらからの場合もありますしこちらからお願いしに行ったケースもあるんですけども、うん、あとそれとは別に、うん、今までは、うん、ちょっともう本当に身内だけで食べる会をやったりとか、うん、あのおいしいねって言われてるだけだった方が、うん、この機会に出るって方が何人かいらっしゃるんですよ。そこを言っててあげて <laughs> もうそこを言っててあげて <laughs> <laughs> 特にですね、うん、えっとカレーショップかやさんっていう方はですお店を持ってらっしゃらないんですねお店を持ってらっしゃらなくて、うん、あのただとっても美味しいカレーが作れる方がいるっていう情報はもう得ていてすごい、ね、あの本当に月に1回とか2回その食べる回っていうのがあってへー でも予定が合わないともいいとけなななじゃでですすかそうですよねなのでもうこの機会に出店していただくっていうことで説得をしてい,いの人 <laughs> の方でただ <laughs>、はいだ <laughs>、ね、この方カレーショップかやさんとあの一緒に出店するケラケラキッチンさんっていう方がいらっしゃるんですけどもその方もあの25年間自分のお子様のためにお弁当を作り続けていらっしゃったお母様なんですけども、うんうん、あまりにもあのクオリティが高くて。うん 周りの方たちからもおいしいおいしいって言われたのであのじゃあちょっとやっちゃうみたいなそういう感じでれは何そのキラキラキッチンさんだっけそしたらねお弁当を出してくれるお弁当を出してくれるえそうなんだじゃどんなのか楽しみねそうなんですもう本当に安全安心なあのすごく手の込んだ味付けのお料理になっているのでちょっと25年作ったって言ったらもうかなりなベテランなそうですそうですねそうですえはい すごいでもそういった方はもうそこでしか食べれないもんね。そうなんです。そうなんでゆくゆくなんかどっかお店に出したりとかそういう話はない。あのそういう話は特に聞いてないんですけれども、うんうん、あの今回がイベント初出店っていうまあこの方たちも含めて何人かいらっしゃって、まこれを一個のステップにして、うん、次のこうあのステップアップしてくれると。 いいですよね。ううそうですよね。はい、それでちょっとわらびでね、そういった美味しいものが食べれるお店が増えると、はい、なんか私たちの楽しみもね、増えるし、はい、なんかお昼ご飯とかでもそういったお弁当とか出てくるとね、お母さんが作ったようなお弁当がね、可愛い,いのが出てくるとちょっと嬉しいねかもしれないよね。ランチとかで、ね、でねはい、ああすごいそれは夢があるな。なんかすごくいいかもしれない。あとなんか他には、はい、あとはですね、うん、あのそうですね、あのスイーツ関係で言うと、うんうん、あのパティスリーみちさんの。うん スイーツ安定の美味しさと、ね、いう雰囲がありますけども、ねうん、ええー、そのパティルミチさんをええヒッにですね、うん、あのクノン、えー、ベイキングファクトリーさんですとか、うん、ええー、何件かやっぱりスイーツの方もいらっしゃいます。うん、はい。ああじゃあこの四十五件中じゃあ何件がスイーツで何件がっていうのって大体の割合ってありますか？ 数えなきゃいけないの、そこで。数えなきゃ、皆さん、あの地図みたいに数えて。ここにね、あのこういったの地図が今公民館に置いてあるので、ここにありますから。食べ物がオレンジ。はい。なので。数えてください。あのたくさんある、ありますね。なので、ぜひぜひ、あの楽しみに。これ見ていただけると。ね、わかる。あと、パフォーマンスもあるんですね。そうなんですよ。今回、パフォーマンスはですね、あの、あの。 小体育館の方でさせていただいて、一応今回こうプロの音響の人に入っていただいて、で外にもあのパフォーマンスの様子が放送できるような体制を取ってますので、あの楽しんでいただけると思います。すごいですね。本当にもう賑やかにやるような感じで。小体育室ではあのワークショップを中心の店舗がたくさん入ってるんですけども、あの待ち時間にパフォーマンスも楽しめるっていう。でもそれはいいなんですよね。なんか待ってる間にボーっとしてるじゃなくて。 ね、あ、なんか踊って可愛いってなるのがね、絶対それはね、あの、見られてる方もいいし。待ってる方も飽きないしね、それはすごくいいアイデアだなと思います。ええ、あの、大人の方も結構踊られるんです。フラメンコの方とか、あの、えっと、フラダンスの方ですね。で、前回、あの、お茶の萩原さん、出演してくださったんですけど。今回、今回出れないんだ、っあ、そうなんですねって言ったら、あの。 フラダンスフラメンコですね出演という,という <laughs> ね見たかった <laughs> 萩原さん <laughs> そうなんですねはい、あフラメンコでもそうそう見れないからこれはこれでまた楽しいですね。はい すごい皆さんぜひぜひねそこら辺も楽しみにね見に行っていただければいいかなと思いますけどパフォーマンスは大体10時半から15時の間でワンステージ30分ぐらいでずっとやってますのでぜひ楽しんでくださいもうね雨天結構ですよ。ねあこのほらもう何嵐だともうやめるけど雨なら警報が出たらやらないです。は だいぶ回復傾向にやもう、はい、あの,、はい、あのみんなでねもう絶対晴れるって思い込みが大事、はい、あの私はいつもそう「あのはい、もう晴れます」と「はい、雨降りません」ってずっと言い続けると意外に晴れるんですよ。はい あの言い続けまやあの雨降るよね降らないからってもう言い続ける <laughs> それが大事、はい、本当もう、はい、私もちょう2829と,28とあの東公民館の方でねあのお祭りがあるので <laughs>、はい、そっちの方にいるので降りません28日29日 <laughs> 雨降りませんから、はい、ぜひぜひねお出かけいただけたいな、はい、あい おけけいいたただけたらなと思いますじゃあ蕨、えっと、マルシェさんの、はい、まあ今後の展開、はい、まあこんなあのイベントを今回ボーンってやるじゃないですかでじゃあ、えっと、何ヶ月か前にね月,、えっと、月一マルシェマンスリーマルシェで、はい、もやってらっしゃって、はい、まあ今後どういうふうにもうわらびマルシェとしては展開をしていくのか。 このタイトルの「北町すまハンドメイドストリート」ですね。人でみまくってるね大丈夫ここにこの通りで「北町をハンドメイドストリート」にしたいっていうのがびマルシェとしての最終目標なんですね。<ー>ただこれは来年やりますとかっていう話ではなくってすごく地道な活動が必要になってきちゃうんですけどさっきあの言ったような「 今はまだお店も持ってない方が北町にどん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 こうお店を持ってくださってうん、うん、気が付いたらあの川越のような感じでちょっとこう素敵な町並みがそこにあるなっていうふうになる。うんうん っていうののが私たち最終目標すごい壮壮大大ななんですすごいそうなると本当にあちらへも今ちょっとね静かな北町の方だけちょっとね静かな感じだからそうなっていくと本当に賑わっていくね中山道の方はねそれなりにお店はあるけれど体育館のあたりとかはねんかどんどんお店がなくなっちゃったりとかして本当に静かな感じなのでそうやってハンドメイトストリートでねまた新たな展開街の展開があるとすごいね楽しくなるなと。 じゃあ今後そ,のそういった展開もありのもう最終的に目指すものはそういったハンドドメイドストトリートそうですねちょっと壮大すぎちゃうんですけどもそこであの今回共同事業ってことでさせていただいてるんですけどもあの市役所の方もそこにすごくそこがすごくいいねって言ってくださって最初この共同事業にっていう話を あの持ちかけた私が持ちかけた時にはいろんなところでこれを開催したいっていう趣旨で持ってったんですけれども逆に市役所の方からえいろんなとこでやらないで、うん、ここにこだわった方がいいよっていう風にアドバイスくださってうん、うん、そこであそうだなって思ってうん、うん、そこからの発想なんですよね。すごい今後のね展開がとっても 楽しみですけれども先ほどから床井さんがつけてるエプロン DIY スタジオこちらのちょっとご紹介もしたいと思いますが何がねさっきねするって私の DIY スタジオって言ってうまいわこの人商売上手って私実は思ったみんな気がついた私は気がついてたなのでこちらの紹介したいんですけどどうぞどんなお店かはいえとですね17号沿いのドン・キホーテの目の前のマンション1階にございます DIY スタジオ L なんですけど けれども、女性専用の、うんえー、DIY のレンタル工房になってます。あそこ結構ね、行ってるのよね。私知ってる人結構行ってるんですよ。あの作りにあ,あの銃器銃器って言って皆さんわかるかな。あの、はい、ね、売り物を売る時に飾るね、あのケースだったりなんか。はい 何で引っ掛けるハンガーだったりっていうのね、はい、手作りする人がいるわけですよやっぱり、はい、ねハンドメイドする人ってとことんハンドメイドが好きよねそうですねそうでこだわるのよねこういうのが欲しいっていうと、はい、こうね作りに行ったりとかして、はい、そうやって行くといろいろアドバイスを。そうなんですあの、うん 相談無料になってましてちょっとしたものだったらその場ですぐ作れちゃうんですけども、うん、例えばテーブル作りたいとか、うん、机を作りたいっていう時には、うん、あのまずせあの設計の相談に来ていただきましてでそれでこちらであの親切丁寧にすべてこう材料から何からアドバイスをさせていただきますのでえその設計もただなのな、はい、<計>なんですんでですす設計のはい 普通でも設計量がさ高いじゃない家建てる時って設計量一番高かったりするじゃない、まあ、そ設計はただなので、うん、あの出来上がりに関しては一切の責任は負いませんってことですけでもちゃんとここに釘打つんですよ穴開けるんですよ,もんですよ、ね、スタいフのは持って,て、うん、で全部何そのあのいろんな ノコギリやらノコギリっていうのを <laughs>、はい、あのいろいろグローンって回るやつとか、はい、いろいろそういうじゅ重機って言うんだろうかなんだろうかああいうのうい電動工具が置いてありまして、あの一時間三百円で利用できますので一、うん、時間三百円はいそうなんですえちょっと待ってあのもう一回もう一回整理しよう <laughs> な,なぜなら私が行きたくなってきたから。<laughs> 最初は自分が作りたいもの考えますでこういうの作りたいって床井さんのとこ行きますそしたら床井さんがじゃあそれの設計図を書いてくれますそしたらこれに対しては木が何本釘がどんだけネジがどんだけ色を塗るならこんなものっていうのを全部書いてくれますそれを自分で買いに行きますそれを持って DIY 工房行きます。そしたら木を切る ところとかも全部アドバイスします。ますはい、ああ、でそれでこうやって打つのよっていうところを言ってくださって、そで,そ,で,、はい、でそしたらできたらお持ち帰りでで,でもそれ自分で釘打ったんでからちょっと曲がっててもそれは私が直すっていうところですね。<あ>そうなん <laughs> 決してあの手は出さないんですよ。口は出しますけど、えー、あの手は出しません。はい。すごい。やりたい人ぜひ。はい、やんなんすごい私に作りたいもん実はあるの。<laughs> じゃあ、今度行きますね。ぜひぜひよろしくお願いします。それはいいな、でも。そっか、私、そういう相談のやつが一番高いのかと思ってた。だって、一番時間かかるでしょいや、でも、大体、皆さん、一時間ぐらい。あ、ちょ、ちょ、ちょ、あの、その、図面書くのが。いや、か、あの、お話ししながら、その場で書きます。あの、キャド、天才。いや、いや、いや、あの、キャドって、わかります。今、聞いたことある。こう、線、引かないんですよ。もう、全部、パソコンで、パパパってやるので。 大,大きさどのぐらいですかとか、うん、どんな場所に置くんですかとかお話ししながらあの、まあ、1時間ぐらいお話ししている中で大体形ができてきちゃうのでう、はい、立体でお見せします,す本棚だったら本棚の完成形の立体で。すすすごく、ねはい、すごくないね今パソコンそうなんです はい、すごいわなんか私ねこれ,これでもこの年で割とパソコン使える方だって自負してたけど今聞いたらちょっとすごいなって本当、ね。とバソフトがソフトがすごいんだと思いますああなるほど <laughs>、はい、すごいでも,、うん、あでも今度ねぜひぜひ相談に行かせて頂きたいと思いますぜひぜひい今日何かあとあの言い残したことこれだけは言っときたいっていうことあったら、はい、カメラ目線で, <laughs> そうです、ね、もう今からちょっともう緊張してます当日うん、うん、大丈夫かなって緊張してるんですけどあの 私もそうなんですけどその作家さんたちも、うん、あのすごく今準備に取り組んでて、うん、あのやっぱり緊張してると思うんですよね。うん、だからみんなのこうあの 熱い思いが、あの、入ったイベントになると思いますので、ぜひいらっしゃっていただきたいカメラ目線で言わないとダメなのよ。いらっしゃってください。はい。よろしくお願いします。ということで、今日はわらびマルシェ実行委員会委員長の高井さん DIY スタジオにも、あの、強い味方でね、あの、ちゃんとアドバイザーで行ってくださるそうなので、ぜひそちらの方にも会いにね、行っていただけたらと思います。本日はね、お忙しい中来ていただいて、どうもありがとうございました。じゃカメラ目線でバイバイして、カメラ目線バイバイ さて告知です、えー、日にちがね迫ってますがぜひあのママさんに参加していただきたいイベントをご紹介したいと思います、えー、9月26日木曜日東京の jr 大崎駅にありますワンズガーデンでママの夢サミットが開催されます、えー、私ヤコ、えー、がですねファシリテーターとして参加します 申し込みはですね実は19日までだったんですけれどももし興味のある方がいたら風船のホームページから LINE メールでご連絡くださいね空き、えー、があれば是非是非参加していただきたいと思いますどんな人にね参加してほしいかっていうとなんかママとして今生きてるけどなんかモヤモヤしてる私の人生こんなんじゃない何だろうもっと私はやりたいことがあるのよとかなんか。 ママとして生きてるのになんかつまらないとかあのどうしていいかわからないっていうような人に来てもらいたいなと思ってますで、ね、そのみんなの前でなんか夢を、ね、話したりするんですけどそうするとなんか意外な自分の知らない一面が知れたりとかあの褒めてもらえたりとか人の話を聞くことでなんか自分の新たな夢に気づいたりするっていうね素敵なあのママのランチ交流会ですのでねあの 自己肯定感の低いままに来てほしいなと思ってます。ママってねすごいのよ。自分で自分のことなかなか褒めてね、あの褒めれないし褒めてもらえないことも多いと思うので、そういうところに参加して、あの自分って結構いけるんだぞっていうところをね再確認してほしいなと思います。えー、詳細は、えー、NPO 法人風船のホームページで確認してくださいね。ぜひぜひあの参加したい方は、あの怖がらずに私もおりますので、ぜひぜひあの。 参加してみてくださいご連絡お待ちしてますそして10月6日日曜日は埼玉県南部最大の肉フェスわらんちゅうフェスティバル 去年はあ2万5000人来たというねもう幻の肉フェスというか肉がなくなった肉が幻だった肉フェスとあのこの間だ朝川ほおずきちでもねあの実行委員長の門脇さんをいじめちゃいましたけれどもフェイスブックやねインスタに上がってくるメニューを見てるだけでねもうほんとよだれが出てきますよ。ももううめちゃめちちゃゃ美味しそうなものばっかりで 500円のメニューが多いのでもうお腹ペコペコにして何軒回れるか,でなんか今回ディズニーランドかってツッコみたいけどファストパスもあるみたいなのであのそういったものを買ってです、ね、楽しみながら回っていただけたら嬉ししいいかなと思いますそして食べるだけじゃなくて今回もハンドメイド作家さんたちのお店が並んだり塚越商店街と、えー、わらび楽市合同で子供縁日があったりします。 えー、今回は初の試みで商工会議所青年部の職業体験コーナーもあるのでファミリーで来ていただいても全然丸一日楽しめますもう遊んでくって遊んでくって買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 ってみたいな繰り返しでねずっと楽しんでいただけますのでぜひぜひ10月6日日曜日雨は降りません。 もうみんなで願っておきましょう雨が降りませんよ10月6日ええー、わらんちゅーフェスティバルわらび市民公園で開催しています10時から4時ぐらいまでかなになると思いますので美味しい肉はね早めに売り切れちゃうと思うので目当てがある人はぜひぜひ早めにいい来ていただけたらと思いますお待ちしておりますのでぜひお出かけください月子のどこまでもポジティブ未来先生術 お羊座お墓参りに行くといいかもお牛座冒険してみましょう双子座プライベートを大切にしましょうカニ座友情を大切にしましょう獅子座隠していることがバレるかも乙女座好奇心のままに。 行動しましょう天秤座仕事運と金運がいいですサソリ座良い情報が入ってくるかもイテ座思いっきりアメを外してみてヤギ座前にできなかったこと今がやるチャンス水亀座 人に親切にしましょう。うおざ異性と縁ができるかもポジティブ先生術でした。 はい今日はどうでしたかもう遊ぶなら地元で遊ぼうスペシャルということでえっ、ー、と障害学習フェスティバルとかわらびマルシェさんとかまあまた今度次の週になりますけどわらんちゅフェスティバルさんのことご紹介させていただきましたぜひぜひですねもうどうせ遊ぶなら遠くに行ってお金を使うよりも地元で安く楽しく長い時間遊ぶんでもう疲れたすぐ寝れるねような距離で遊ぶのもいいかなと思いますのでぜひぜひ行ってみてくださいそれではまた次回お会いしましょ 今日もありがとうございましたまたね